CBC ラジオ若狭圭一のスポーンこの時間は平原彩香さんとともにお話を進めてまいりますゲスト平原彩香さんですよろしくお願いしますお願いしますお久しぶりですお久しぶりですこの番組には去年11月13日 CBC ラジオネットで秋祭りのゲストとして来ていただきましたそうでしたもうそんなに経っちゃったんですね、うん、そうそれが意外でした ね、つい最近のような気がしましたが、うん、もうかなり経ちましたかすごい,すごい焼,けた <laughs> 焼けましたかね、うん、草野球並びにゴルフに結構行ってますのであそうやっぱりちょっとこんがりごめんなさいね全く仕事ではありません遊びで焼けました <laughs> まあいいですよ遊んだ方がいいです。も <laughs> もうう本当ねいいいろいろあるけど遊ばないと うん、自分のね楽しいことして体動かしてじゃないともう詰まっちゃうから、うん、そうですかあ、うん、ーやは遊んでますか全然遊んでない <laughs> 全く遊び生活の中でないですかないあでもなんかこういろいろチャリティーのアクセサリーを作ったりとかそういうのでこう遊んでる気持ちになるあちょっとそこでは開放的にリラックスになってるとうん、うん、そうそう チャリティのアクセサリー、そうそれをあの売って全額寄付するんです。へえ。で、あやが作ったもう世界に一つしかないチャリティアクセサリー。うわ素敵じゃないですか。<う>どんなものアクセサリー作ったんですか。うん、指輪もあればネックレスもあればいろいろアクセサリーってあると思うんですけど。い,いっぱいあるこう,こういうのとかこういうのとか。あ今,今ねそういうことですね。<laughs> 今はラジオは完全に無視して <laughs> YouTube 用にしかも昭和の。 昭和のここですっていう今指を自分の胸元のあたりに刺して後で番組スタッフがうまく編集するであろうという形でやりましたがおそらくその編集無理です無理なん <laughs> 仕事増やしちゃうしね私のインスタグラムに <laughs> あの載ってますからそう,そうですねそれが一番いいですね そうあエのインスタグラムをチェックしてくださいと。<う>えもと手先器用でそういうアクセサリー作りっていうのは好きだったんですか？手先すっごい器用で私。あそうなの？<laughs> うん、の知らなかった。若狭さ,さん知らないと思うけど。<laughs> <laughs> あエの手先器用シーンを見たことないもんな。ね<え>、うん、なかなか歌っててこ <laughs> ひおひ披露することないですよね。ないわ。だって歌う時って。 マイク持つか片方の手でリズム取るかぐらいでしょ。そうですよね。そこで器用さは伺いしれないな。いうん、糸通したりしないもんね。しない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 。<laughs> 歌いながらね。縦 <laughs> の糸はって言ってる場合じゃないもん。<う> <laughs> 元気でしたか。どうもありがとうございます。受け流しがもう大人になりましたねスカレあなた。私だってもう5月9日で38ですよ。はい、そう僕ね。 改めてプロフィール見てびっくりした、うん、ね。もうだって三十八になったの。だって十九の時からお世話になってますからね。そうだからおよそ二十年ぐらいずっとそうなかなかこういうのないですよね。ないないは本当にデビュージュピターをリリースしましたぐらいの時に CBC ラジオに来てくれたのが最初だったのでそ,、はい、そこからでしょ。 そうですよでも若狭さ,さんもなんか全然変わってないですよね <laughs> 成長あまりないですかね成長があるとかないとか知らないけど、はい、なんかずっとなんかお若いままであそうですか、うん、なんかシュッとしちゃって <laughs> <laughs> これだん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 ね年取るとね <laughs> シュッとしたという表現一番いいんですけども、うん、やつれるねあそうなんかね元気快活っていう感じはない。<laughs> いや快活じゃないですか本当だってスポンでしょは <laughs> スポンっていうタイトルだからもうタイトルはね <laughs> スポーンっていう番組ジングルだしスポーツのスポに音楽の音でスポーンだから確かに 最活なタイトルだね,ねそれはずっと変わらないでしょ <laughs> うん、だからなんかその名前の通りずっとスポーンとしてるなって、うん、<laughs> 思ってますよ <laughs> スポーンとしてるって褒め言葉ですかうん。この時間お仕事していきますよはいどうしますか6月15日にデジタルシングルとデジタルアルバムがリリースされておりますまずデジタルシングル君へはい。作詞作曲平原彩香でミキプルーの CM ソングとしてもはい 流れておりますがこれはどんんなな思いを綴った曲なんでしょうかこれはですね、まあ、私もその当時はまあやっぱりまあ父のことを考えたり<ー>それからまあそのミキ・プルーンですからやっぱりその自分だけじゃなくて家族の健康を気遣っている人たちが多いって聞いてたので、うん、その自分の夢が叶うではなく相手の誰かの夢が叶うのを応援する人の歌 とまあだからうんこうずっと長生きしてほしいとか、うんうん、ずっと生きててほしいとか、うん、そ,のそれがたとえその人の目に映らなくても、うんうん、愛する人のためにずっと応援し続けたいっていうそういう人たちの思いって本当、うん、尊いなと思って作り始めたんですけどね。うん、でもまあ実際こうやってあの、まあ、リリース、はい という運びになった時にやっぱりま私の中ではま父のこととを思い出すす曲となっってしまったんですよね、うん、だから辛い気持ちもあるけどだけどうーんそういう辛い気持ちも今はなんか心の支えになってるというか悲しいっていう気持ちが心の支えになるなんて思ってもなかったからえその心境の変化ってどういうことですか悲しいが支えうーん やっぱりその何にもすがることができない悲しみっていうのがあるんですよねだけどそのまあ孤独と二人っていう感じかな、うん、孤独と二人だから、うん、でまあ母とね人で「二人ぼっちだね」なんて言いながらあの過ごしてて、うん、まあ姉はねロサンゼルスで今頑張ってるけどコロナで帰ってこれないし、はい、っていうので。 うんだからこそ、まあ、私にとっては一番しみる曲となっちゃったへ<ー>ですね。